新たなリスマーゆりこ様、本日もポチッとありがとうございます。ということで本日もやっていきたいと思います。これさ、いくらだと思う？100均で700円。でも可愛いでしょ。可愛いので買っちゃいました。はい、ということでね、大変お待たせしました。もうね、役に立たないかもしれないこの動画は。ピューラランド、ディズニーランド、ディズニーシー、夏赤ちゃんとどっち行ったらいいの。私、テーマパークに行くのが大好きなんですけど、ディズニーランド、ディズニーシー、ピューロランドにあのベビータンと永田様と行きまして、まあそれ行った結果ですね、まあ、感じたこととか、こっちのテーマパークの方がいいなって自分なりに思ったことがありますので、まあ、ということにしました。はい、ということで今日はですね、今ね、永田様はもうすやすや眠られておりまして、まあ、最近はね、本当に直近、最近は長時間寝るようになったんですよ。789、もうショートスリーパーすぎて、この間も6時7時ぐらいから朝の5時まで寝て、ぶっ通して寝てたんで、ちょっと何度もね、こう呼吸してるかを確認しちゃったぐらいに、久しぶりに長時間寝てくれて、割とその日からね、ちょくちょく長時間寝てくれてはいるので、まあ、嬉しいな、楽だなっていったところでございます。結論で言うとピューロランドが夏は自分的にはおすすめかなと思います。まあ、その理由に関しては今から喋っていけたらと思うんですけど、まあ、ディズニーランドね、ディズニーランドは、ベビーセンターっていうのはおむつ替えするとこがあったり、お湯があったり、お湯を冷やすところがあったり、トイレに多目的広いトイレがあったりとか、あと電子レンジがあったりとかっていうところがベビーセンターっていうんです。右側にあります。はい、それとあともう一つ、トゥータウンっていうね、ディズニーランドがこうワールドバザーまでシンデレラ城があって、そのシンデレラ城の後ろあたりっていうんですかね、にベビーセンターがもう一個あります。これもすごく大きくて広くて、同じ感じで比較的にディズニーランドはすごくまあ、回りやすいですし、こう城の周りにこういろいろテーマパークあるじゃないですか。だから回りやすいし、この一番端っことこの奥にベビーセンターがあるので、まあここに立ってここに行けばいいし、ここに立ってここに行けばいいしみたいな感じで、割とまあ回りやすいかなって思います。で、さらにディズニーランドは赤ちゃんと乗る乗り物が割とあるかなって思いました。で、まず It's a Small World と、あとジュラシックパークじゃなくて、違う、はい、ジャングルクルーズでしょ。あと機関車、ウェスタンリバー鉄道プーさんは膝の上に乗せられるのよ。いいんですけど、例えばね、ピーターパンの空の旅とか、空飛ぶダンボとか、膝の上に乗せてはいけないアトラクションも結構あるので、そこちょっとチェックしないといけないと思うので、私が思うにですけど、ハイハイとか歩くことはできなくても大丈夫だと思うんですけど、こう一人座りができるできないかで乗れるアトラクションが結構違ってくるので、まあもし悩んでるんだったら一人座りできるぐらいの方がまた乗り物を一緒に乗れるのが幅が広がるので楽しいのではないかなと思いました。で、ディズニーシーなんだけど、そう、ディズニーシーはですね、ベビーパーク、ベビーセンターが、ディズニーシーはディズニーシーの入り口こう入るじゃないですか。入った右側パン屋さんがあると思うんですけど、私ね、正式名わかんないんですけど、パン屋さんがあって、パン屋さんのこの横ですにありました。ほぼね、むちゃくちゃ広いし、涼しいし、すっごい涼しい。すっごい過ごしやすかった、私が。で、お湯ももちろんあって、お湯を冷やす、なんか、ボトルみたいな、お酒飲むこのワインのボトルみたいなのもあったりとかして、めちゃくちゃ良かったですね、あれは。で、ここなんですよ。で、ディズニーシーは、あともう一つが、マーメイドラグーンなんですよ。マーメイドラグーン私行ったことないんだけど、写真見るとめちゃくちゃ可愛いな、行きたいなと思うんですけど、ここもおむつ交換とか授乳室あるんですけど、お湯がないんですよね。お湯の提供がないし、
ね、海の中なんだからなんとかしてって感じなんですけど、お湯がないのでミルク作るってなったらこのベビーセンターしかない。まああとね、お湯すみませんレストランでお願いしますって言ったらあると思うんですけど、この入り口の右のベビーセンターしかないので、めちゃくちゃ向こうのインディン・ジョーンズとかファンタジースプリングスとかは今ないと思うんですけど、とか行っちゃってベビーセンター行きたいってなった時はむちゃくちゃ遠いので、そこは注意が必要だなって思います。ディズニーランドは何歳からしか乗れませんとかがないんですよ。もう身長、そして一人座りできるかできないかが基準なので、月齢がめっちゃ高くても身長が低かったら乗れなかったりとか、逆にこう月齢めっちゃまだ若いんだけど身長めっちゃ高いから乗れるっていうのもあるので、そうディズニーシーはね、うん、ほらベネツィアンゴンドラ、エレトリックレールウェイは電車ね、ブローフィッシュバレーンレースで、ワールプール、これもなんかクラゲのなんかカップになったこうクルクルクルってやつも膝の上に乗せて OK で、キャラバンカルーセル、これメリーゴーランドね、これランドもシーもあると思うんですけど、これは、お子様を膝の上に乗せてご利用いただけますって書いてあるので大丈夫です。次、ディズニーシートランジェットスチーマーライン、まあ船ですね、船も OK、 これ膝の上に乗せられるよね、ってな感じなので、まあ、割とこれいけるかなと思っても膝の上乗せちゃう状態ダメって言われる、まあ、それちょっと頭に入れておいたらいいんじゃないかなと思いましたですね。こちらがランドとシーの赤ちゃんと連れてったらどうなるかっていう話だったんですけど、まあ、これを聞いてね、なんかまあ参考になったら嬉しいなといった感じなんですけど、次ピューロランドね、はい、ピューロランドの良さ、ランドとシーとの違いはね、圧倒的に違うことが一つあります。室内、オンリー室内なので、暑かろうが寒かろうがもうオールオッケー。100点に安い。だいたいピューロランドは5時6時で閉まるので、まあ朝9時10時にからスタートして6時に終わるんで、まあ、比較的にとても良い、回りやすい、ベイビーとはまずおすすめといった形でございます。だけどちょっと行ってみて、うわーなんじゃこれ大変だなって思ったことが一つありまして、ピューロランドって初めて行った方はむちゃくちゃ迷うんですけど、4階建てなんですよ。縦にこう長いわけではない、なんか縦系の施設なんですよね。入り口が確か2階とかなんですよ。橋渡って大体の人が橋でこう有名なのピューロランドのこう虹みたいな建物みたいなのがあるんですけど、そこに入るのが2階なんで、そこから地下とか上とかに上がっていくので、縦のが多いということはベビーカーむちゃくちゃ大変です。なので必ず抱っこひもとかヒップシートがないともう腰痛案件、腰痛、これはね痛感します。で土日とか特に夏休みとか冬休みとか人が多くなるときはベビーカーがもう上下移動 NG になります。絶対に入り口にベビーカーを預けないといけないっていうのも日もありますので、必ずヒップシート、抱っこひも、なんか何とかひもを絶対持ってった方がいいなと思います。はい、これは本当にだからよ、ベビーカーを預けなくてはいけないということは荷物を持たなくちゃいけないってわけだ。おむつ、ミルク、口拭き、自分のカバン、荷物を持ってかなきゃいけない。まあロッカーあるんだけどね、ロッカーあるんだけど、オーマイガーって時に一回またロッカーまで戻ってあさってやってっていう時間があるなら全然いいんですけど、私とかは絶対にこう見たいショーとか、ね、やりたいこと、写真撮りたいとこ、グリーティングとか結構そういう派なんで、ちょっとそんな時間ロスはノーノーノーっていう派なので、ちょっと荷物がこんなになるなっていう感じでございました。はい、それがピューロランド、めっちゃうわマジか、そっか考えてなかったなって言ったところがありました。で肝心なベビーセンターはですね、ピューロランドは一箇所のみになります。地下のまあ入り口入って1個2個下かなのベビーセンターっていうところがありまして、めちゃくちゃ分かりやすいとかね、もう真ん中の、まあ、知恵の木っていうのがね、まあ、ディズニーランドでいうシンデレラ城みたいなものなんですけど、まあ、それの、まあ、すぐ近くにありますので、でねこれがですねリニューアルするんですよ。10月1日からリニューアルするので、9月4日から30日までは使えません。で使えなくなるので、その代わりに入り口の上に代わりの施設っていうのが
借りでできるらしいので、ちょっとそれはご注意くださいませ。で、そしてピューラランドはですね、まあ、ランドもそうなのかもう今わかんないんですけど、席がね、課金できるんですよ。予約しておけば、もうギリギリのギリに、ポンって入れば、ま、近くでショーも見れるので、まあ、それもいいなって言ったところですし、グリーティングも整理券を取れば、まあ、混雑した暑い中で、デイジー見て、ラブンツェル、うちの子、ラブンツェル、うちの子、あんた手挙げなさい、もっと、アピールしなさい、もっと、アピール、あ、嫌なの、トイレ、ラブンツェル、あ、うちの子、あ、ちょっと、あ、ありがとう、あ、くすくす、あ、っていうことがないので、私は結構好きですね。うん。あとね、ベビーフードとかも、グレタマンのなんかショッピング、お土産屋さんでベビーフードも買えるって書いてあったので、ピューロランドはまあ、うん、すごく赤ちゃんと一緒に行くテーマパークとしては、初心者の方はめっちゃおすすめなんじゃないかなと思います。トータル、私が赤ちゃんと行くおすすめランキングは、ピューロランドはもう1。そしてディズニーランドが2。そしてディズニーシーが3といったところでしょうか。はい、ということでね、皆さん参考になったら嬉しいんですけどね、まだちょっとランドとかシーとかね、ピューロとか赤ちゃん連れてって結構ね大変だなって思うじゃないですか。でも助けてくださる方めちゃくちゃいるし、そういう赤ちゃんベビーセンターとかもすごいある施設もね、あるし、とてもね、楽しいのでマジでおすすめです。超おすすめ。はい、ということで皆様本日も最後まで見てくださってありがとうございました。いろんなとこ行ってみたいですね。愛知とかのジブリパークもそうですし、あとはユニバとかもね行ってみたい。ユニバのベビー系は全くわかんないので、どうなんでしょうね、なんか知ってる方とかいたらちょっと教えてほしいなと思います。とかあとどこがあります、レゴランドとか。あ、レゴランドも行きたいんですよね。自分楽しそう、カラフルで。愛知いいなぁ。あとはどこだかね。あとはちょっとだけ宝塚一緒に見てみたい。ちょっと宝塚見てみたい。ちょっと同期が全員辞めないまでにちょっと見てみたいっていうのがある。これはね、もう大きくなってからだけど。だね、あります？皆様、ベイビーとしたいこと、行きたいところ、見たいもの。ねぇ。まあ、これは全部私の欲望ね。マナーター様が普通に行きたいとこも、遊びたいところ、子供の施設とかももちろん行きたいですけどね。ということで皆様、本日も最後まで見てくださってありがとうございました。これからもね、YouTube、そして、TikTok とか、いろいろ頑張っていきますので、もちろんね、育児も頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。またねー。